はいどうも皆さんこんにちは。今回は日本の産業革命についてお話ししていきます。当時開国した影響で日本でも産業革命が急速に進行し、資本主義経済が浸透していきます。こうして日本でも労働問題や公害問題といった社会問題が起きていくのです。ということで今回の動画では日本の産業革命の様子を見ていきましょう。そもそも産業革命とは何なのかというところから話を始めましょう。産業革命というのは手作業で物を作っていた状態から機械で物を作る状態に移る時の産業上の変化のことです。例えば手で糸を作っていた時と工場で機械を使い糸を作るようになった時を思い浮かべてみてください。機械の方が大量生産を行えると思います。このような変化が日本で起きたのが明治時代のことでした。中でも最も早く発展を始めたのは紡績業です。紡績業というのは綿を栽培して綿花を取り、その綿花を糸にする作業のことです。日本が開国すると外国から大量に綿製品が流れ込んできて、日本に昔からあった在来綿業は大打撃を受けました。外国は機械で糸を大量生産していたので、日本の手作りによる紡績業は太刀打ちできなかったのです。そんな紡績業に似ているけど違った形で発展した産業があります。製糸業です。製糸業というのは桑の木を植えてそれを蚕に食わせ、その蚕が作った繭から糸を繰り、生糸を作る産業のことです。この製糸業は先ほどの紡績業とは反対で、開国により大繁盛しました。欧米の国々はこの生糸を欲しがっていたため需要が増えて日本の輸出の稼ぎ頭となったからです。このように製糸業はいい状態ですが、紡績業は大打撃を受けて悪い状態です。この状態を何とかしなければ、そう考えた渋沢栄一によって開業されたのが大阪紡績会社です。海外が機械を使うなら日本も機械を使えばいい、そのような考えから大阪に機械で大量の綿糸を作る会社が設立されたのです。この大阪紡績会社は大ヒット。日本でも近代的な機械による工場が作れるということを示した、まさに記念碑的な会社となりました。では日本の最大の輸出品として活躍していた製糸業の方はどうなっていたかというと、こちらも機械化が進んでいました。富岡製糸場です。群馬県の富岡に模範工場を作り、このように作ればいいんだよと国民に対して教育をしたのです。半分人間の手で半分機械が作るといったように、部分的に機械を取り入れるという工夫をしました。これを器という漢字を用いて機械製糸と言います。このように当時の日本は工業先進国の欧米から機械を買い、工業後進国のインドから綿花を買う、そうやって作った綿糸を中国や朝鮮に売るといった流れでお金を儲け、そのお金で日本はさらに機械を買い、その機械を使ってまたお金を儲けるという貿易の構造をしていました。以上のように軽工業は工業化を進めることができましたが、重工業の発達はかなり遅れていました。その中でも早くから重視されたのは兵器産業です。そもそも明治政府が掲げていた目標は富国強兵、兵器産業の発達は目標の一つでした。政府は東京と大阪に武器弾薬の工場を作り、小銃や大砲の生産を開始しました。しかし武器や弾薬を作るためにはそもそもの前提として鉄が必要です。この頃の日本では鉄はごくわずかしか生産されておらず、 90% 近くを海外からの輸入に頼っていました。これは良くない状況です。もしも鉄が足りないとなると軍艦の製造にも影響が出ます。しかも兵器以外にも鉄道用レールでも鉄は必要となります。こうして高まった鉄の需要に応えるべく、衆議院は製鉄所の設立を決定。こうして作られたのが八幡製鉄所です。設計はドイツ人の専門家に頼み、機械もドイツ製、それどころか経験のない日本人だと機械を動かすこともできないので、操作する人もドイツ人の技師や職工長を高い給料で雇いました。こうして鉄を作れるようになると線路を敷けるようになります。線路が完成したら流通が発達し、鉄道が日本の産業を支えていくのです。日本の鉄道は新橋横浜間の開通で始まりましたが、すぐに日本各地で鉄道ブームが起こります。東海道線は
神戸まで全通し、上野青森間の日本鉄道も完成しました。他にも山陽鉄道が馬間、現在の下関まで全通したことにより、青森から下関までの本州縦断鉄道が完成、幅広い範囲で物資や人員の大量輸送ができるようになりました。このように日本の産業革命は政府が主導して近代的な産業を育てていったという特徴があります。さて、そんな社会の変化により大きな影響を受けたのは工場で働くようになった人々、労働者でした。当時の労働環境は劣悪で、例えば子供を働かせたり、人間の体力では不可能な時間を働かせたりしていました。しかも逃げようとしても逃げられない、もしも逃げようとしているところを見つかったら殴られるといった具合だったので、この頃に労働者を保護すべきだという議論が始まっていきます。他にも社会の変化により公害事件も起きています。足尾銅山鉱毒事件です。足尾銅山というのは栃木県にある銅山です。この銅山は古川一兵衛という人物が政府から払い下げを受け、巨額の資金を投じて経営していました。しかし時間が経つと銅山から流れてきた汚染水による鉱毒被害が問題となっていったのです。汚染された水は渡良瀬川に流れ込み、栃木群馬を通って利根川に入ります。もともと水質が良かった渡良瀬川はたくさんの魚が取れることで知られていましたが、汚染された水によって魚は取れなくなりました。鉱毒被害は関東北部で大きな問題となっていったのです。そこで立ち上がったのが田中正造です。彼は栃木県出身の政治家で、衆議院で鉱毒問題について訴え続けてきた人物です。しかし当時の政府の方針は殖産興業、つまり生産を増やし産業を起こせというスタンスでした。そのような考えだったので、政府は環境問題を優先していたら産業の停滞を招くとして、田中正造の声にも民衆の声にも耳を傾けようとせず、何ら有効な対策を取ろうとはしませんでした。そのような状況を受けて群馬県や栃木県の村人たちが徒歩で東京へと出発、被害の惨状を直接政府に訴えようとしたのです。しかし彼らが館林に差し掛かった頃、警官との間で小競り合いが発生、村人たちは利根川を突破しようとしましたが失敗、退却しているところを追いかけてきた警察官が殴る蹴るの暴行を行い弾圧をしています。このような政府の対応に抗議するため、田中正造は衆議院議員を辞職、死を覚悟して天皇への直訴を決意します。文章がうまいとして有名だった高徳秋水に頼み込み、直訴の文章を考えてもらい、田中正造はその文章を持って日比谷に向かいました。そこで議会開院式を終わらせて帰る天皇の行列の前に飛び出して、お願いがございますと直訴を行ったのです。結局直訴は失敗してしまい、次第に反対運動は孤立化、その解決は第二次世界大戦後となるほど深い問題となっていきます。つまり当時の問題点というのは、お金持ちの資本家が労働者を雇って働かせ、その労働に見合わないような少ない報酬を与えていたことでした。こうして資本家と労働者との間で溝が深まっていく中、一筋の光が見えてきます。新しい工場が全国各地に作られていくと、労働者が不足してきたのです。となると労働者は、労働条件の悪い工場はさっさと辞めて割のいいところに移るようになり、資本家に対して強気に出ることができるようになってきました。こうして労働者は労働環境が悪い場合にはストライキを起こすようになります。ここで一つ有名なストライキを紹介します。日鉄機関型ストライキです。日鉄というのは日本鉄道の略で、東北を中心に運営されていた会社のことです。ある時日本鉄道会社の機関型、つまり現代でいうところの運転手たちの手元に差出人不明の手紙が届きます。その手紙には、我々の仕事は責任重大な仕事だ、なのに会社は我々を冷遇していると書かれていました。実際当時の機関型は椅子に座った上司の前に土下座して命令を聞かなければならないほど悪い待遇を受けていたのです。そのような待遇を改善しようと謎の人物が手紙を送ってきたということでした。この手紙の存在を知った日本鉄道会社は調査を開始して差出人を突き止めます。差出人はとある機関庫に勤務している機関型の職員でした。こうして日本鉄道会社は彼らを解雇、しかしこの一連の流れを見ていたその他の機関型400名が
これに抗議して一斉に病気あるいは事故を理由としてみんなで仕事を休んだのです。鉄道が止まれば社会の活動が止まります。その影響力はものすごいものでした。結局このストライキは会社の敗北、機関型の要求の多くは認められたのです。このような社会の到来を心待ちにしていた人物がいました。高野久太郎という人物です。彼は若い頃にアメリカに渡った経験があり、そこで見た労働階級の生活水準の高さに衝撃を受けていました。日本の労働環境は間違っている、日本に帰ったら必ず日本の労働環境を改善しようと決心し日本に帰ってくるのです。そんな時に日本でストライキが流行するなど労働運動が始まろうとしていました。今こそ行動すべき時だ、そう感じた高野久太郎は演説会を開き、労働者の生活改善のために動き始めます。こうして高野久太郎の手助けもあり、日本鉄道会社に共生会という労働組合が誕生するのでした。しかし当時は労働者にとって不利なことが多すぎました。政府はこの労働運動を問題視し、治安警察法を施行。この法律によってストライキは事実上違法とされ、労働運動は抑え込まれてしまいます。このような社会問題の影響で2つの運動が生まれていきます。1つ目が普通選挙運動、2つ目が社会主義運動です。政府が権力で労働運動を抑え込もうとするのならば、労働者も政治の世界に乗り出して対抗しなければならない。そのためにはまず最初に、まだ与えられていない選挙権を手にする必要があると労働者たちが考えるようになったのです。こうして労働者階級が普通選挙実施を求めるようになりました。高野久太郎のような労働運動のリーダーたちは普通選挙の実現を求めて活動を始め、労働者の選挙権獲得のために動いていきます。この運動の影響もあって、地租15円以上を納める者だけに与えられていた選挙権が地租あるいは直接税10円以上を納める者に拡大されました。しかしそれでも青年男性の 8% に過ぎず、一般農民や労働者は依然として政治に参加することができなかったのです。この普通選挙運動と並行して行われたのが社会主義運動です。産業革命によってもたらされた資本主義では、資本家と労働者との間に貧富の差が生まれ、労働者が搾取されるという問題点がありました。これを受けて活発となったのが貧富の差がない社会の実現を目標とする社会主義運動でした。懇親会も開かれるようになり、高徳秋水を含む6名によって日本初の社会主義政党が組織されます。社会民主党です。しかし政府が黙っているわけがありません。社会民主党が結成されるという情報を手にすると、政府は会議を開いて結社禁止の方針を決定。日本で最初の社会主義政党は生まれると同時に治安警察法によって圧殺されてしまったのです。さて、いかがだったでしょうか。日本で産業革命が起きた影響で資本主義経済が浸透していき、その反動で普通選挙運動や社会主義運動が起きたということが理解できたと思います。前回の動画から2回にわたり日清戦争後の日本の様子について見てきましたが、いよいよ日露戦争が始まります。ということで次の動画では日露戦争についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。